青師団もしくは、第250不評師団は、第二次世界大戦中、東部戦線において、ドイツ軍に参加したスペイン義勇兵の部隊のことである。スペイン総統、フランシスコ・フランコ大元帥は、第二次世界大戦に際して、ナチスドイツ側について参戦こそしなかったが、義勇兵が、東部戦線において、ボルシャビズムに対してのみ戦うこと。 西側連合軍、もしくは西側連合国の支配下の人々と戦わないことをはっきり保証された状態においてドイツ国防軍に加わることを許可した。このようにしてフランコはスペインと西側連合軍が平和な状態を保ちつつも同時にドイツ総統アドルフ・ヒトラーに対してスペイン内戦に報いることができた。スペインの外務大臣ラモンセラースニーエルは 義勇兵部隊を編成することを提案。バルバロッサ作戦開始寸前のドイツに対し、フランコはベルリンに支援の公式な申し出を行った。1941年6月24日、ヒトラーはスペイン義勇兵の受け入れを承認。スペインすべての大都市圏の募集事務所に希望者が殺到した。サラゴサの士官学校の士官候補生は特に大勢志願した。 スペイン政府はまず最初に約4000名を送る用意ができていたが、将校2612名、兵士15492名で、総勢18104名が集まり、師団を編成できると判断した。将校と家手間の50%が職業軍人であり、その多くがスペイン内戦に参加していた。他の多くの義勇兵が、 スペインのファシスト政党ファランヘ党のメンバーであった。これには、スペイン国内の参戦派の意を組んだのと同時に、うるさい参戦派を体よく、国外に出す目的もあった。他の人々は、共和国派であるという過去、のようにフランコが刑務所に送った親類を救うために、圧力を受け加わった。アグスティン・グニョス・グランデスは、義勇兵の指揮を命じられた。将兵は、 スペイン軍の正式な軍服を着用できなかったため、カルロス島員が着用していた赤いベレー帽、スペイン外人部隊で使用されるカーキ色のズボン、ファランヘ島員の青いシャツなど、象徴的な制服を採用、そのため、青手段というあだ名が付けられることとなった。この制服はスペインから離れた場所のみで使用、戦場での将兵たちは、ドイツ国防軍の陸軍と、 共通したグレーの軍服を呼び、シュタールヘルムを着用、右袖の上に、エスパーニャとスペインのナショナルカラーの縦型紋章をつけていた。ポルトガルの義勇兵はわずかであったが、スペインと同じ行動を取り、ポルトガルとポルトガルの国旗と同じ色の赤と緑で塗られ、縦型紋章をつけたグレーの制服を着用した。m g 十四を用いた訓練を実施する。 青師団の兵士1941年7月13日、5週間の訓練のために、バイエルンのグラーフェンベアへ向かうための最初の列車が、マドリードを出発した。そこで彼らは、ドイツ国防軍第250不評師団に編成され、4個、不評連隊に分けられた。標準的なドイツ国防軍部隊として編成された、後、これらの連隊のうち一つは、 他の部隊へ分散配置された。そして3個連隊はそれぞれスペインの都市名、バルセロナ、バレンシア、セビリアとそれぞれ称号をつけられた。連隊には、それぞれ3個大隊と2個武器中隊が所属していた。砲兵連隊には4個大隊が所属。義勇パイロットは、青戦隊を編成、メッサーシュミットボーイフレンド109、フォッケウルフ FW190 で、 ソビエト空軍の航空機156機を撃墜した。8月20日、共産主義と戦うという修正された軍の誓いを誓った後、青師団は戦いを命じられた。師団はまずモスクワへ進撃していた、中央軍集団に配属された。師団は8月28日、列車でポーランドのスバウキへ輸送され、その後9 0 0トルの皇程を徒歩で進まなければ、 ならなかった。その皇帝はクロードのリダ、ビリニュース、モロジェチのミンスク、オルシャを経由してスモレンスクに入り、そこからモスクワ戦線に向かうというものであった。9月26日、スモレンスクの戦線へ向かい移動している間、スペイン義勇兵たちはビチェプスクから皇帝を変更され、レニングラードで包囲を行っている北方軍集団へ配属。 ドイツ第16軍の一部となった。まず、ノブゴロド周辺のボルホフに配備、師団本部をグリーガーボに置いた。ボルホフ側と入り目にこの西側の堤防に沿って、ノブゴロドの南、北の戦線の5 0トル区画が担当となった。イリン通り、スパサー・プレオブリゼニジャ教会の博物館の管理人によると、師団は機関銃座として、 丸屋根の遠いただきを利用した。そのため、建物の多くがひどい損害を負い、その中には、フェオ・ファン・グレークの描いた、中世のイコンの多くが含まれていた。1942年から1943年の間に撮影された青師団のスキー部隊1942年8月、師団は北へ移動、レニングラード方位の東南部、プーシュキン近辺のネバ川の南、 イジョラ川地域のコルピノ、クラースヌイボールへ配置された。青師団は2月初旬、ソビエト赤軍第305狙撃兵師団の反撃により、ミアスヌイボアで戦ったことと、寒さにより、多大の犠牲者を追いながらもレニングラード戦線に残存した。フランコはより多くの増援を送ったが、その中には、義勇兵だけでなく、 徴収された人々も含まれていた。ドイツ軍は当初、青師団の実力を疑問視していたが、青師団が優先する中で評価が高まり、同時に死傷者の数も増えていった。ローテーションを通じて、4万5千名のスペイン将兵が、東部戦線で戦った。彼らは、スペイン、ドイツの勲章を与えられ、そして、青師団の名前を冠した栄誉メダルをヒトラーによって、 与えられた、唯一の手段であった。スターリングラード攻防戦以降、ドイツ軍の戦線崩壊により、状況が変化、ドイツ軍の多くが南に配備された。この時までにエミリオエステバンイコールインファンテスが指揮を取っていた。結局、連合国とスペイン新英保守派はフランコに、ドイツ東部戦線から部隊を引き上げるよう圧力をかけ始めていた。 フランコは1943年春に交渉を開始、10月10日撤退するよう命令した。一部のスペイン将兵は帰国を拒否した。何人かの人々は彼らが1500名以下で、フランコが非公式にこれを認めたと考えているが、いずれにせよ、11月3日、スペイン政府はすべての部隊にスペインへの帰国を命令した。結局、 被覆院者の合計は3000名近くが残ることとなった。スペイン将兵はドイツ軍に加わり、新たな義勇兵はルルド近辺でスペイン国境を越えドイツに占領されたフランスへ移動した。新たな部隊は青外人部隊と呼ばれていた。スペイン軍は最初第121不評師団の一員となっていたが、 1944年3月、帰国するよう命令され、3月21日、スペインへ移動した。残存した、義勇兵は、ドイツ軍に吸収された。スペイン人で編成された小隊は、第3山岳士団、第357不評士団へ配属された。部隊のうち、一つはラトビアに派遣され、別の二個中隊は地頭を率いるパルチザンと戦うために、ユーゴスラビアにおいて、 ブランデンブルク連隊とドイツ第121師団に配属された。50人のスペイン人ファシストはフランスレジスタンスと戦うためにフランスのピレネー山脈に入ったが、そのうち幾人かは元共和国派の共産主義者であった。第101スペイン中隊の140名は、 第 28SS 義勇敵弾兵士団バロニエンに配属され、ポメラニア、ブランデンブルクで戦った。後に、第 11SS 義勇総攻敵弾兵士団、ノルトラントの一部として、ミゲル・アレチェ新衛隊隊の指揮下で、ソビエト赤軍とのベルリンにおける戦いで、最後の日まで戦った。青師団及びその後の部隊における犠牲者は、戦死4954名。 負傷8700名であった。青志団内市第 101SS スペイン義勇中隊に参加した372名はソビエト赤軍の捕虜として連行された。1954年4月2日に国際赤十字によって派遣された機関船セミラミス号で生存していた286名が帰国した。青志団の将兵が受けた勲章は以下の通りである。 これらはまだ研究、評価が確定していないが、1960年代、1970年代のスペイン軍の高級将校らの多く、間違いなく青師団に所属していたという事実は1970年代後半のスペイン民主主義以降の中で彼らの役割と見解について影響を及ぼした。1981年2月23日に、 発生したクーデターに参加した多くの将軍は、クーデター側、鎮圧側両方を含めて、第二次世界大戦中、青師団に所属していた人々であった。彼らの中に、ミランス・デル・ボッシュとアルフォンス・アルマダ・コミンラも参加していた。他の青師団の元将兵、例えば、グアルディア・シビルの1981年当時の司令官。 ホセルイス・アラングルト・トペテとホセガベーラスらは若き国王、フアン・カルロス一世が支持する民主政府に忠実なままであった。マドリード、アルムデナの墓地、青手段所属将兵の地下納骨所ノブゴロドがドイツに占領された間、クレムリは戦闘のために多大な損害を負った。しかし、大聖堂自体は生き残った。 第二次世界大戦中、青師団の師団本部が置かれた間、中心のドーム上の大きな十字架は、砲撃により、一つずつ落下した。この十字はスペインに運ばれ、最初は、ブルゴスに、その後、マドリード近郊のオジオデマンサナーレスの、スペイン軍公兵学校に移された。60年以上の間、それは、マドリードのスペイン軍公兵学校博物館に、 おめられていたが、2004年、スペインのホセボの国防大臣によって、ロシア正教会へ返すことが発表され、実際に2004年11月16日、スペイン政府は、ノブゴロドの聖ソフィア大聖堂に十字架を返還した。ありがとうございます。